騒ぐこと、今のもそうでしたよね。3.11 も同じです。我々が現場に行ってる時もやっぱりそういうのを多く見てます。よって事前の準備をしっかりしていてもやっぱりミスが起こる。その時に今習ったような状態の中でいかに素早く人を救出していって病院につなげていくか、適材適所化をするためにもこういう訓練をやって、あ、私はダメだって言うんだったら先に一歩引いちゃってください。引いてやれるべきことは、例えばさっきの通信を助けてあげる、メモを取ってあげるでも全然やれるわけです。ここには年齢も性別も関係ないです。例えばお年を召してるからといって俺はレスキューを無理だ。確かに腰弱いよね。足で来ちゃってるよね。わかります。でも指揮所に入っていただいてメモぐらい取れるんじゃないんですか。例えば物資を取りに行くぐらいできるんじゃないんですか。それがチームICS で言われるところのチームビルディングっていう形の役割分担というのがきちんと書かれています。世界情勢の中でね。聞いてます。聞こえますか。聞いてます。聞こえますか。これが今日皆さんが聞いてたと思います。無線機つけすぎ。誰がどこにいるのかって、まあ、助けに行ってる班もどこにいるのかわからないし、その後その後の状況っていうのは入ってくるんですけれども、経過がわからなくて、それがどうなったかっていうのが結局救護されたっていう結果からはわかるんです。そうです。彼が通信しなかったら何もわかんないですもんね。そのレスキューの人がどうなったかがわからないです。はい、じゃあ一応こちら A 班の方からの、まあ、救助側あされる側ですね。僕は大丈夫ですってみんな言うんですよ。若い子も力があると思う。僕は大丈夫です。大丈夫じゃないんですね。やっぱそれがダメになった時に二次災害を生んじゃうんで、その時間の管理だとかそういうのもこれから勉強していっていただきたいと思います。あとは今日はそうですね、結構面白かったのはやっぱり初めてやったからだと思うんですけど、マッピングも A の4が出てきましたね。それしたっすかね。A の4って恐怖なんだから指揮所はパニックでしたね。でもまあこれ訓練だから笑い話になりますけど、例えば訓練を積んでない人間がやっぱり救助に回れば、そういうことが実際に起きるわけですね。もうそうなったらやっぱりどん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 時間がかかっちゃって、助けられるのしか助けられなくなっちゃうんで、だからやっぱり目の前に要救助がいればみんな無理しちゃうんですよ。頑張りたいって気持ちになっちゃうんですよ。だけどそれ本当に正しいのかなって、今の平時にね、こういう時どうするのってみんなで話し合って、それって正しいのって、今日も緊急地震速報は指揮所で鳴っていて、ですぐにみんな対応してましたけど、じゃあ現場の方はどうか、こうたくさん勉強することはあると思うんですけど、少しずつで構わないのでマンション防災の方しっかり進めていっていただきたいと思います。よくやったねみたいなことを声掛けしてました。その要救助者の方だけじゃなくて、そのマンションですからそんなに顔見知りじゃない、親しくないっていう方々ともバディを組むこともあったりする。その時にやっぱりお疲れ様とか、うまくやってるねとか、上手だよっていうような声掛けをしていくっていうのは、要救助者に対してだけじゃなくてバディ同士でも信頼関係を作るっていう上では重要なのかなと思いますので、まあ、次回そういう訓練の時にあったらもっと声を出して声掛けをするっていうことを、トライしていただければかなと思いました。やるべきなのか、そこがどっちなんだろうと。その答えに関してはトリアージという方法があって、まあ、スタートごとでいろんな方法があるんですけども、グリーン、歩ける方は基本グリーンということで一番最初に救助されます。邪魔なんです、正直言って。で、極端でもしもあっちに行ったとするじゃないですか、次に赤が来ます。やばい人たちが、その人たちのために手伝いをしてほしいとかっていうためにストックするんです、人を。もしも災害が大規模で 3.11 とかああいう風になった時に工事は来ません。3日間は大変なことになります。その間に皆さんだけでやらなきゃいけないとなると、支援を求めるためのスタッフを順番に準備しなきゃダメですよ。それが最終的なうつ病だとか PTSD を少しでも減らしていく方向になっていきます。通信だとか今日いろんなところで体験していただいたんで、難しいけどでも僕らやっちゃってますから簡単なんです。難しいなんてことは全くない。一番難しいのは何かって言ったら地域連携です。今日搬送されてあそこに、まあ、行ったら、まあ、もう終わり、はい、立っていいよって。でも本当に500キロ乗っかってた人が2時間後3時間後に救出されたとしたら、すぐに病院連れてくれないと、そこで死んじゃいますよ。クラッシュだとかいろんなことが起こってくる。またはな、出血ない。腹内での出血を起こしているショック状態だったらどうするんですか。私たち一緒じゃないですよ。
だから病院と連携を地域でちゃんとやらないと絶対助からない。そしてもう一つ言うのは、病院というものはいつも患者さんで満員です。スタッフはギリギリで回しています。先生方も看護師さんたちもみんなも疲弊するぐらいに働いているんです。そこに災害が来れば医療バランスは全部崩れます。お薬もなくなります。よって皆さんの方でやれることっていうのは、少しでも時間を稼ぐ、治療は無理にしても時間を稼ぐことを考え抜いてください。それぞれ症例というのは出てきますけれども、またそれは別であったことで教えることはできますけどね、まあ、そういうふうに考えておいていただけると一人でも被害を少なくすることができますよっていうところですね。演習をやっただけなんですけど、これが3日間かかったらどうします？食料の問題、それから皆さん3日間寝ずに戦いますか？絶対無理、必ず精神崩壊します。そのままでやるとダメです。でこれも覚えておいてください。マンション防災をやるにしようか、企業防災をやろうにしようか、何でもいいです。人間が保てるのは8時間のみ。8時間を超えると疲弊して、脳は正常に動かなくなっていきます。メンタルもやられてきます。よって抗体要因を発災直後に準備するというのがセオリーです。ここにいる人たちだけが足りないんです、もう。マンションを守ろうと思ったら。他の人たちも呼んできて、準備。次の人を休ませてあげないと。よくニュースなんかも見ると思うんですけど、自衛隊は休んでないように見えるでしょ。絶対そんなことないですよ。彼らは時間きちっと休んでます。なぜならば彼らは作業服とか迷彩服を着てるんで、みんな同じ人見えてるんですよ。全然違いますからね。だからそういう意味だと休むっていうことを考えておいてください。マンション防災するにしても、できることならば温かい食事ができるようにしてあげてほしいんです。理由は落ち着くためです。皆さんが今日興奮してましたよね。やられた方も、まあ、助ける方もそれぞれ興奮しているので、本物から来た時はもっとひどい目に遭っている。さっき一番冒頭に言った災害ストレスによってですね、産生ストレスによって皆さんが ASD という症例を出してます。病気っていうんじゃないんですけど、反応を示してきます。それを安らぎを与えるためには、家族のもとに帰してあげるか、温かい食べ物を与えてあげるかによって、まあ、要は皆さんが家に帰って疲れた時に温かいお茶飲みたいとか、あれと同じですよね。